はいどうも皆さん、こんにちは。スターのコーの河野源斗です。えー、すいません。寝坊しました。<laughs> あの、今日一日ね、あの、朝かなり早い時間から一日頑張ってたんですよ。で、よし、じゃあちょっとライブ配信の前に30分寝るかと思って寝たら、あの、目覚ましかけたはずなんですけどね。で、ちょっとさっき、あの、目薬さして、あの、復活してきたので、 なんか目充血してる充血してないか。ということで、失礼いたしました。あの、そんな感じで。目なんか、あ目の充血を抑えたいですね。睡眠をね、<laughs> あの気持ちよくとってました。まあ、ちょっと、睡眠という遅めのあ、早めのね、バースデープレゼントをもらったということで、そんな感じでご容赦ください。 ということで、まあ、あのね、急遽ライブ配信することになったわけなんですけど、えー、あと30分で、僕の誕生日です。なので、あの、じゃカウントダウンに合わせて、なんていうの本当は1時間ねあの、勉強配信する予定だったんですけど、30分、30分、あの、弱、28分ぐらいの勉強配信にして、 で、最後のあの、ファイ、あの、終わり ?5、4、3、2、1の瞬間に、イェーイ、誕生日っていうのをやりたいなというふうに思います。はい。抱負として、そういえばね、27歳の抱負、遅刻をしないかありましたね。ちょっと勉強配信、ね、今日、今日というか、昨日、もう昨日になりましたが、あのね、寝坊をしてしまうとか、あの <laughs>、ありましたので、まあなる、なるべくというか、 なるべくって言ったらもうしそうなので、あの遅刻をしないというのを一つ豊富にさせてください。はい。